とっとくナンバーだよ、みんなに自慢してくれよな。来る、耐えるぞおじいちゃん。無敵のチャンピオンが君たちの未来を守る。いい時にマントが、マントが、なんなのこいつ、持ってんな。なんでこういう時に風がつくの。ポーラちゃんは、え、亡くなったってこと。え、待って待って、すっごい鳥肌立ってんだけど。え、怖っ。ブリトモンスターっすー、ギュッ。マリーちゃん見てくれ、このゲーポーズを。ダッセー、しかも脇見せちゃったよ、マリーちゃんに。ごめん、マジで。嫌いにならないで、でも。そんな俺を嫌いにならないでくれ。よし。では、みんなで、せーの。グッモーニング、 My name is バカ王子。おー、Thank you。さあ、ポケモンワールド、続きから、やっていきましょう。で、前回がですね、このジムチャレンジをクリアしまして、こいつらの正体がね、ジムトレーナーっていうのがね、分かったいうところで終わったんだよね。で、マリーちゃんがここの出身っていうところで、驚きましたが、まあ、僕もね、ここの、じゃあ、住むことになると思うので、まあ、ここの辺は熟知したつもりなんで、とりあえず、ここの親方さんに、まあ、挑んで、とりあえず、マリーちゃんとの結婚を許してもらいましょう。では、参りましょう。え、どうなってんのこれ。え、おおお、あ、そっか、ライブしてたんだな、そういえば。おお、すげえすげえすげえ。なんもすごくないけど。いや、なんかすごいのか、これはすごいのか、どういう目線で見ればいいの俺は。どう、いや、みんなこんな、こんな盛り上がる、すごいな。え、湘南の風みたいに降ってるやついるぞ。そんな盛り上がるだこか、これ。はぁ、やっと来てくれましたか。やめてくれ、足バタバタ。武者震いをしないでくれ。貧乏よ、俺、ほんと、ダメなやつだからさ。もうみんなこっち。おい、いや、なんか、やだよ、やめてくれよ、音合ってくれ。みんなよ、なんでそんな見んの、恥ずかしいじゃん、ちょっと。だから、誰も来ないんだ。そんな思いが強かった、ね。あ、うん。いや、ちょっと、なんでみんな固まってんの。え、なんかついてる、俺んとこに。俺、いい耳してるから、シャッターのこと聞こえていたけど、一人でいる時間は、心が泣きそうになるんだよ、ね。あ、はい、なんですかこの、時止まった感じ。え？ダイマックスが使えないジムスタジアムだからさ。え？ダイマックス使えない？ダイマックス使えないんですか？嘘？マジか？シンプルな戦いになるんだけど、ちょっとは楽しんでほしいよね。なるほど。こういうジム戦もありっちゃありか。おー、みんな去っていく。えら！みんなえらいな。おー、後ろのやつ！後ろのやつ、今、俺、1対1で戦うのに、後ろのやつで邪魔だったな。ふぅ。何ですか？俺はスペクトルジムリーダー。エグタイプポケモンの天才。ひどよんで、ウラのネズ。なんて言いました？ウラのネズって聞こえましたけど。なんて言いました、そこ。負けると分かっていても、挑む愚かなお前のために。キャラ変わりすぎだね、お前。え？キャラ180、いや、560度ぐらい変わったな。え？もう3周ぐらい回って、お前、やばいぞ。ウキウキな仲間と共に、行くぜスパイクタウン。おー、始まっちゃったよ。うわ、なんか違うよ、なんか、嘘だー、すっごい始まり方。これもこれであり。さあ、ジムリーダーのネズ、やるぞ。ズルズキンな。なんだ、あー、マリーちゃんのペットね。いじめないで。さあ、俺はな、いきなり強い役から行くぜ。みんなも名前呼んでくれ。行くぜ、ズルズキン。威嚇だ。何？なあ、くそ。叫んでるのお前ぐらいしかいねえけど、くそって言ってやるぜ。なら、ここは、狙い撃ちで、様子見るぞ。早い！なんてこった！待って！はっはー！あ、嘘、マジか、そういう感じか。いじめないでは眠たいのか、少しうとうとしている？ジム戦だぞ、いじめないで！あ、そういうことか。ジムリーダーでももう余裕を見てしまうってことか、いじめないで。お前は強くなったよ！狙い撃ちで！
狙え、やつの弱点を晒すんだ。うわ、なんてこった、意外とやりよる。しっぺ返し効かないよ。おっと待って、意外とやるな。待って、ちょっと待ってよ。ここは、いやでもなー、でもなー、ちょっと待って、ここで激流の効果効くか。体力やってるから技威力上がるかな。よし、今コスパ上げてる隙に行くぞ。うわ、マジか、狙い撃ち。はーい、どうだ。あーかー、嘘、待って、ちょっと待って、一応ないで、焦るな、そして狙い撃ち。最後だ、決めろ。よーし決める前によーしって言っちゃったよ、焦りすぎだね、俺も。いや、意外とレベルが勝ったとしてもやばい時があるんだ。絡まねろ、まあ、一応やばいからとりあえず変えとこう。うわ、どうしよう。あー、イカロスくんいけるか。いや、いけるかじゃない、行け。ポケモン進化してなくても強いってところを見せてやるぜ。特製天の弱、絡まねろ、ひねくれちゃいましょう。お前変わりすぎなんだよ、本当に変わりすぎなんで、怖いわもう本当に。イカ様、なんだ、何、ワッホー、空を飛ぶな、イカロス君、飛べ前。いや、おうし、お前はこれによって攻撃は当たらないぞ。イカロス君、空を飛ぶ攻撃。うわマジかよ。待って、イカ様でこんなにやられたんですよ。いや、マジでやばいじゃん。でもさ、次交換したらまずいでしょ。やばい、意外とって言っちゃダメだ。強い、認めるぞ、お前は強いぞ。いやー、ダメか、くそー、ダメだ、イカロス君、ダメだ。まあだよな。でもどういうポケモンか分かったから、いい、できたぞ。絶対水っぽいよな。絶対水だよな、あいつ。頑張れ、ピーちゃん、やるぞ、ピーちゃん。よし、ピーちゃんで安定していこう。うわ、アームハンマー効くかな。うわー、いや、効いてほしいけど、やる、もう、やるぞ、ピーちゃん、アームハンマー、オッケー。よし、いいぜ、ピーちゃん。やっぱ安定してるぜ、お前は。よし、立ちふさぐま、何それ、立ちふさぐま。このまま行く、ピーちゃんで行くぞ。うわー、出たよ、また出てこないやつ。メンバー紹介、感動かいうなり声が自慢の立ちふさぐま。自己紹介なんかすんな、戦い最中だぞ。そして、立ちふさぐま、お前が何タイプか俺はわからない。だから、奇跡の暴れるをお前にお披露目してやるぜ。ピーちゃん行く、何、相手からブロッキング、何それ、守りの体勢に相手、ピーちゃん、あ、おっと、そういう感じか、守るか、防御ガクッと下がる。やばい、待って、作業、まずい、これはまずいぞ。おじいちゃん、頼む、お前の甲羅が頼りなんだ、防御で頼む、お前の防御が世界一だ。来るぞ、取っとくよ、ナンバーだよ、みんなに自慢してくれよな。来る、耐えるぞ、おじいちゃん。危ない、さすがおじいちゃん、防御が世界一だ。よし、ここで回復させよう。ここで焦ってはいけないぞ、俺。大型んがすごい傷薬をいじめないのに使ったってことで大丈夫だ、これで。なんだよこれ、かっこいいじゃねえかよ、ちょっと。よし、おじいちゃん行くか。いや、行くぜか、あ、出た、これ、まずい、また防御がガクッと下がるぞ。しまった、あ、え、どういうこと、あ、下がんないんだけど。じゃあピーちゃんの暴れるがってこと、そういうことか。よーし、いいぞ、おじいちゃん、火炎放射、いけ、焼け、よーし、よっしゃー、よっしゃー、見ろよ、おい、変な髪型の野郎、これがおじいちゃんと俺との
愛情の力だ。よし、そしたら安定していこう。あ、逃げるじゃないバカ、俺何をやってるんだ後ろ見せんな一回。よし、ここで鉄壁を使ってもっと防御を探すぞ。よっしゃ、全然効いてない。鉄壁きたー、強い強いぞおじいちゃん。これは完璧じゃないか、完璧な状態じゃないか。よーし、これなら何も効かん。さあ来ても、あい6しか効いてねえんだよバーカ、火炎放射。さあこれで軸軸と着着と焼くぜ。焼かれる気持ち考えてみろ、これが火傷状態の本当の恐ろしさ。さあおじいちゃん、火炎放射。さあどんどん握りつぶせ、握りつぶせ、誰焼き尽くせだ。間違えたけどやっちゃったぜ、やったー。最後一体か、いや悩む必要はねえな。ネズニーはアンコールないのだ、歌も技もポケモンも本当にやべえなお前、本当にやべえやつだなお前、親の顔が見てみてえぜ。みんな匂うけどいいよな、不意打ち独特のスカタンク。いやもう技名言っちゃってるし、技は言っちゃったから俺次来るの分かるよもう。やばい、毒毒と、いや毒か毒か、ちょっと待って、いや火炎放射行こう、来た毒毒。いや毒状態になってもなお火炎放射で相手を火傷にするぞおじいちゃん。お前の火炎放射を浴びさせろ、行け火炎放射。うーし、あーおじいちゃん、あーくそー、奇跡の火炎放射からの火傷状態、これを狙うぜ。あ、待って、あ、まずい、だーおじいちゃん、おじいちゃん、ピーちゃん、ピーちゃん、ピーちゃん、お前の暴れるを炸裂させるぜ、最後の一撃。さあ暴れまくれ、ピーちゃん暴れる、ドカンとドカンとドケーン。これが我ピーちゃんとの絆の力じゃ。ネズよ、お前の範囲はその代わりよだ。俺もメンバーも出し切りましたよ、またいつか会いましょうお前ってつくづく変なやつだなネズよ。お前大丈夫か、なんかマイクの音がすごいんだよ、マイクの音がすげえんだよ、怖いんだよ。君と戦えてよかったね、俺のポケモンたちはそう感じているみたいですよ。二重人格富田、お前は二重人格者なの確実に。吹雪四郎だお前、吹雪四郎タイプだお前。なんか怖いな、なんか怖いな、近くに来ると怖いな。で横のやつら負けたからって俺のなんかおめでとうとかねえのかお前ら、ちょっと分かりすぎるぞ。悪のジムバッジ、悪バッジですよ。ほら悲しむな悲しむな、やったぜ頑張ったなおバカたんとか言ってくれよ、わかりやすいタイプだなお前ら本当に。泣くな泣くな、なんか俺がなんかやっちゃったみたいじゃん、なんか嫌じゃんこれ、なんか嫌じゃん。レベル55までのポケモン捕まえられるようになった、結構捕まるようになったな。あとユニフォームもライブをしていたら物販で売りたいんですけどね。アクセット、あ、ありがとうございます。次は妹のマリーが挑戦に来る、ちょっと感動したな。見ていましたか妹よ、負けては何も教えられないね。待って、落ち着こう、落ち着こう、俺落ち着こう、俺落ち着け。はぁ、
妹は兄貴のポケモン勝負を見て戦い方を学んだんだけど。そうだったか。え、ちょっと待ってください。あのマリーちゃんのお兄様、待って、ごめん、今の試合見てた、もしかしてマリーちゃん。そうだマリー、お前に言っておくことがあります。スパイクタウンジムリーダーをお前に譲りたいのです。待って、そこはもういい、そこは分かった、ジムリーダーがマリーちゃんは分かった。俺はそしたら多分7個目ずっと挑む、負けて挑んで何回もする。そこじゃない、お兄様。うん知ってる、兄貴が今回の大会で引退するつもりだって。意地でもダイマックスを使わずよくやってきたんじゃない。やばい、俺としたことが、俺やばいぞ、二重人格者がとか、お前560度変わりすぎなんだよとか、髪型変わりすぎだろお前とか、やばい。待って、全部聞こえられてたかな。そんな兄貴が好きだけど返事はノーかな。可愛いのっていうところも可愛いけど、 Oh my god、 お兄様すいません、まさかマリーちゃんのお兄様と知らず変なプレイをしてしまいました。俺としたことが情けない、すいません。ですがあれは全部僕の演技だってことをお見通しですよね。実はね、だって私チャンピオンになるけん。可愛い可愛い、みんな見てこの下のアングルからのマリーちゃん、めっちゃ可愛くない。え、妖精、女神、アテナ、妖精さん、エルフ、もう何でも神、何でも神、アテナ、アテナよ、これチャンピオンになるけんジムリーダーできんよ。お兄様、できないということなので私がやらせていただきましょうか。そうですね、ではチャンピオンになれるか兄貴が確かめるとするよ。いやそうだな、マリーちゃんに勝たせよう。おバカタン、なんだい。ごめんな、いやまさかお兄ちゃんだとは思わなくて。いやでもお兄様、僕マリーちゃんを大切にしますので今後ともよろしくお願いします。兄貴に素敵なポケモン勝負をありがとうね。いえ、いいんですよマリーちゃん、これが俺の務めっていうのを分かってたんで、いつでも勝負受けるんで。お兄様もいつでも勝負受けます。おばあたん、いつでも空いておりますよ。次は私の番、ちょっと外に出ててね。外で見守ってるよマリーちゃん、ずっと見てる、ずっと見てっからよ。マリーちゃんとの子、嘘だろ、戻すな。マリーちゃんと戦う今から見に行くんで完成させてくれ。ネズさんに勝ったのかよ、ほら記念の技マシンだ。バーカあれだよな、ちょっと強い技だったよな。おじいちゃんをやらせた技やな。まくしたてるように怒鳴りつけて相手の得を下げる。おお、なんだなんだ、おい9番道路が大変だ、チャンピオンが来たぐらいだぜ。ん、来たぐらいだぜってこと、チャンピオンが来てはいないってことか。チャンピオンが来た時こんなドーンってするの、やばくない、あいつバケモンじゃん、つまりバケモンじゃん。お、君ネズに勝ったんだろ、手伝いに行った方がいい。観客お前らいなかったけど、なんで知ってんの情報、早えな。ほら案内してあげるよ。うわ、人助けがすごいなお前、自分で何とかしろっていう気持ちはねえのか。俺子供だぞまだ、いい大人が子供に頼ってどうする。おい中央ゴゴン、何の音、これはチャンピオン来た音じゃん、チャンピオン来た音じゃん、今の音はチャンピオンの音じゃん、すげえなお前ダンテ。おバカタンくん。お前おバカタンくんって言ってたっけ、ずっとおバカタンじゃなかったっけ。もう久々に聞いたなタンくん。来てくれてサンキューだが、謎の音は俺に任せてくれ。うん、そうだよな、大人の仕事だもんな、そういうのな。うん、俺はジブリーダーに今勝ってすごい疲れてる状態だからさ、こういう時さ休ませようっていう気持ちはみんなないのかい、本当に。まあ手伝うけど。言っただろ、君たちはジェムチャレンジを勝ち進むんだ。はい、言われなくても言えますけど、うん、そのポーズやめて。うん、なんか腹パン食らわされてるような感じになるからさ、やめてくんない、今すぐやめて。それ残るはドラゴンタイプのジムリーダーキバダだな。あ、来た
破損したデータでキバナさんに会ったんですけど、皆さんわかんないですよね、キバナさんってどういう人が。あの人ね、すごい自撮りするんですよ。マジで今時の少年って感じ。今時の中学生と高校生は SNS にすぐ投稿するやつだよな。それと一緒なんだよ、キバナさんって。すぐ自分の自撮り撮ってさ、うん、俺かっこいいだろって。まあ、人気だからしょうがないけどね。キバナは強いぜ。俺がライバルと認める男だ。いやー、いかにも強そうだよな。ライバルって認めたんでしょ、ダンテさんが。そりゃ強いよ。おっと、話し込むのは後だ。まずはトラブルを片付けるぜ。無敵のチャンピオンが君たちの未来を守る。いい時にマントが、マントが、なんなのこいつ、持ってんな。なんでこういう時に風がつくの。ドライヤー誰かやってる、画面外から。すごい感じでマントヒラヒラしてんね。かっこいいんだけど。ほら、行ってください、チャンピオン。お前を待っている。トンネルの先だな。今一度チャンピオンタイムだ。叫びすぎなんだよ。トンネルだぞ。響くに決まってんだろ。あいつはバカか。バカなんだろうな、きっと。うわ、マリーちゃんの試合見たかったのに、バカ野郎。なんでこっち戻した。とりあえずね、どんな振ってるかね、見ないと。あお。なんすか、なんすか、なんですか。こっち見ないでくださいよ。悪いことしてないじゃん。露出してないじゃん。あなたでしょ、露出してんの。いやいやいや、揺れている。自分も揺れたら、いやー、無意味ですな。こっち見んな。こっち見んな。黙ってやってんだから、こっち見んな。おい、こっち見んな。怖いな、ほんとに。え、ほんとにすごいんじゃない、ダンテさん。え、なになに、どうなってんの、なんでここで野生のダイマックス。え、どういうこと、どうしてよ、おばあちゃん、どうしてよ。え、おい、なぜだ、パワースポットでない場所なのに野生のポケモンがダイマックスする。え、どういうこと、どういうこと、早く行きたい。あ、迷路か。人間迷路か、なんだそれ、どういうこと。まあいいや、とりあえず聞いてみるか、あいつに。いいとこにいんな。おバカタン、ホップ、相変わらずお前ジムリーダーと戦った後に出てくるな。何が起きたか知ってるのか。いや、知らねえから来たんだよ、知らねえから来たんだよ。お前に聞こうとしてんだよ、だから。ダンテさんは、うん、兄貴は。そうだよ、兄貴なんだよ。ジゴーって音がしただろ。あ、した。赤い光が湧いてきてさ、近くにいた野生のポケモンがなんとダイマックスしたんだよ。うん、じゃあ知ってるじゃん。じゃあ知ってるじゃん。なんで最初に言わないの。なんで お前知ってるかみたいな。なんでもったいぶった。やめてくれそれ。え、何、え、ほらニュース見てろよ。え、ほら兄貴だぞ。最近かっこいいよな。うんうん、いや、まあそこ、うん、そこなんだって感じ。お前さ、本当に見るとこ違うな。うん、どう見ても兄貴のかっこよさじゃなくて、この横にいるダイマックスのニャイキングだろ。どう見てもそこ見るだろ。なぜ兄貴しか目がいかん。兄貴立ってるだけだぞ。やってんだろ、リーダーとのぞ。ニャイキングを見ろ、とりあえず。それだけ。お前本当に見るとこねえな。ちげえだろ。兄貴一戦だな、お前は。暴れるダイマックスポケモン兄貴とリザードンであっという間に縮めたんだぜ。兄貴の強さ改めて分かった。よし、おばあたん、兄貴に会うぞ。ナックルスタジアムに急ごうぜ。ほれー、やめろそのほれー、やめろ本当に。俺は自転車でほれー、ほら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 、お前うそーん、うそーん、今すぐ行くとこだったじゃん。あなたが強いこと分かりましたよ。ぜひお手合わせお願いします。え、どこ情報それ。え、なんで知ってんの俺が強いってこと。困るんだけど、なんで強いって知ってんの俺のこと。困る、うん、強いって罪だなこれ。うん。ジェントルマンの望むが勝負を仕掛けてきた。望むさん、俺は知ってるぜ、あなたが金を持っているってこと。うーわ、何それ、金持ちが持ってる剣と盾じゃない、すごいね。何それ、ニダルンギル、ニダンギルか、ニダルンギルって言っちゃった。すごい言いにくい名前だなお前。以上だ、弱点を晒せ狙い撃ち。
あー、ジェントルマンよ。戦いはジェントルじゃなかったね。ジェントルだったのは俺だったようだね。早くお金をよこしてくれ。ほらね、私には分かっていましたよ。分かってたら挑まないでくれ。めっちゃいいとこなんだよ今。ホップーって言いながらな、チャンピオンに会いに行くとこだったんだ。止めるなそこ。8800円、ありがとうございます。そこだけはありがとうございますって言っとくわ。で、あのニュースから見るとどこら辺だ。俺この上行ったことねえんだよな。すげえ。うわ、マジですごくない。いちご飴細工、いちごの形を飴細工、魔法ミリに持たせてあげてくるくる回ってやる。へえ。え、これすごくない。ディズニー城じゃん、マジで。シンデレラ城だ。あなたなら大丈夫そう。私ね、好きな人がいてね、お手紙書いたの。あ、そうなんだ。え、俺運んであげようか。もしよかったら届けてくれないかな。いいよお嬢ちゃん。僕はポストマンみたいな感じで。ダメだよって、俺意地悪だな。ダメだよ、そんなの自分で渡しなさいっていう、その気持ちも大事だ。だけどここは何かしらの事情があるとみたい。いいよ。嬉しい、本当にありがとう。私ポーラって言うの。じゃあお手紙お願いね。古びた縦紙。今時手紙って珍しいよね。 LINE とかじゃないんだ。分かったよ、無事届けるよ。女の子から預かった手紙、宛先は男の子。なぜだか古びた感じがする。へえ。アラベスクタウンのフランク君に届けてね。フランク君ね、フラベスクタウンね。フランク君、OK、任せとけ。届けてあげよう、すぐさま届けてあげよう。お嬢ちゃんかわいそうだし、俺こういうのね早くしないと忘れるタイプだからさ。フラベスクタウン、フラベスクタウン、どこだ。フラベスクタウン行ったことあるってか俺。アラベスクタウン、フラベスクでしょ。フラベスク、フラベスクは？ねえじゃん。え、ないですよ。え、もしかしてアラベスク、え俺ふと、あ、間違えてた、もしかして。もうかかだよね確実に。ここの誰だっけ、あ、やべえ名前忘れちゃった。あー、くそ。あ、絶対この男の子じゃん。預かったよ。フランク、それじいちゃんの名前だぜ。え、じいちゃん、じいちゃん。え、君じゃないの。君じゃないんだ。おじいちゃん、おじいさま、お邪魔します。え、もしかしてこの人。おや、フランクはわしだが。え、どういうこと。ごめん、ちょっと一瞬鳥肌立ったんだけど。え、どういうこと。え、わし宛ての手紙を届けに来た。あ、はい、お嬢さんから届けてきましたよ。娘さんではないのかな。これをどうでしょう。差出人は、おお、ポーラちゃんか。ああ、そういうことか。なんかあれなのかな、じゃあ会えないけど会えたみたいな感じが。え、違う、会えるけど会えないって感じの子ってことか。いやー、懐かしい、幼い頃よく一緒に遊んだよ。幼い頃。え、ま、ちょっと待って、幼い頃ってどういうこと。おじいさんが幼い頃ってこと。いや、それじゃあおかしいんだよね、フランクさん。それだと辻褄が合わないんですよ。だってあの子5歳児みたいな子でしたよ。あの、よくほら娘さんたちな感じの年齢の子でしたけど、どういうことですか。でも彼女病気してね、それをわしに隠してたんだ。それで喧嘩になって、わしも引っ越すことになり、それ以来会っていないが、ポーラちゃん元気にしてたかね。え、ちょっとごめん、すっごい今鳥肌立ってんだけど。え、待って、ってことはちょっと待って、推理させて、名探偵おバカ団が役に立つ。これつまりポーラちゃんは、え、亡くなったってこと。待って、すっごい鳥肌立ってんだけど。え、怖っ。え、ちょっと待って、怖いが勝つ。え、怖いが勝つ。そこで、はい、それならよかった。懐かしさを運んでくれたおだちんだ、持っていきなさい。こだわりスカーフ。え、ちょっとこだわったスカーフ、持たせると素早さが上がるが、同じ技しか出せなくなる。君は友達いるかな。大切な友達、いつまでも大切してね。ええ、ちょっと待って、確認しに行こう。ちょっと怖いから、俺夜眠れないから。これじゃ夜眠れないから。ポーラちゃん、
ラちゃん、俺夜眠れなくなっちゃうから、ちょっと確認させて。確認。え、違う違う違うよ、ポーラちゃんだよ。ポップじゃねえよ、ポーラちゃん。おい、こっちだぞもうやだよ、違うんだよ。おう、おバカタンジャ。おう、ソーリアさん、ソーリアさん、いい笑顔だな、ダンテ、いい笑顔だな。なんでその笑顔で固まってんだお前。え、ホワイトニング見せてんの俺に。いいよ、ホワイトニングの自慢しなくて。白いよ、確かに歯。歯白いね。おめでとう。これに？さすが、ダンテ君とパートナーのリザードン。ダイマックスポケモンも一緒に縮めたそうね。俺は無敵のチャンピオンだ。それより何が起きたんだ？こいつの口癖、無敵のチャンピオンだっていうとこなんだね。まあ、でも本当に無敵なんだろうね、強さが。赤い光が溢れてパワースポット以外でポケモンがダイマックスしちゃったんだよ。なんで？いや、それを今解こうとしてんだろ。お前は話を聞け、とりあえず最初から最後まで。わからない、何が起きているのか。だろう、分かっていたら今この二人いないよ、その場所にいてるだろう。俺らに先に言わないだろ。バカかお前、考えろちょっとは。ごめんなさいね、ソニアさん。もしかしたらまた赤い光が溢れ出すかわからないんだよ。おお、久々の登場。それを予測するのも優れた研究家ですよ。おばあさま、院長に呼び出されてね。ダイマックスとの因果関係をあれこれ聞かれたのですよ。何か判明したことは？さ、院長はエネルギーは大事だからと秘書にマスカセっきりでしてね。秘書って名前なんだっけ。いっぱい名前出てきて覚えてないな。データが足りないのですよ。だからソニア、あなたも調べなさい。ソニアさん、僕も調べましょうか、一緒に。いいですよ、別に暇なんで。だってブラックナイトのこと誰よりも調べているでしょ。ブラックナイト出た、ブラックナイトって出たよ。なんだろうそれ、本当に。赤い光が薬園かもってこと？ソニアさん、ソニアさん、もういいんですよ、そのリアクションしなくていいんですよ。ダンテさんもそのはっきりした顔で見ないの、ソニアさんのことダメでしょ。なあ、俺たちにもできることあるかな。とりあえず俺はポーラちゃんに会いたい。できることをとりあえず俺はポーラちゃんに会いたいよ。手伝う、手伝うよ、手伝う、ソニアさん、僕手伝う。サンキュー、君らの気持ちをありがたく受け取るぜ。あ、ってことは、気持ちをありがたく受け取るぜってことは、心配しなくていい、これは大人の仕事だって絶対言うよ。だが俺の願いは最高の決勝戦なんだ。俺が未来を守るからジムチャレンジを勝ち上がってくれ。こいつってマジでいいやつだよな。こいつって言っちゃいかん、もうダンテさん、あなたって人はどれだけ俺ならの未来を見えてるんですか。怖い、来た、ほらすぐ調子乗っちゃった。まあ俺も今乗るよ、結構調子乗っちゃう。これはダンテさんの望んだ結果だからね。わかった、なんたって兄貴は無敵のチャンピオンだもんな。おばあさま、気になることがあります、手伝ってくれますよね。もちろんです、たま。仲いいな、あの二人は。じゃあな君たち、チャンピオンカップで会うためジムチャレンジクリアしろよ。ほらー、俺もやれることをやる、ネズさんに勝ってみせる。うん、頑張れホップ。おばかたん、お前はナックルスタジアムだろ。木村さんはガチで強いぞ。お前戦ったことないか分かんないと思うけど、そのアドバイスありがたく受け取っとこうぜ。ほれー兄弟揃って本当にやべえ奴らだぜ。それよりポープちゃん、ポーラ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 ちゃん、ちょっと訳教えてもらおうぜ、ポーラちゃんに。ポーラ、あれ？あれ？あれ？ポーラちゃんがいない。え？え？お願い！いて！いてくれ！頼むから！そんな、そんな、嘘って言ってくれ！ポーラちゃん！